ナショナルストリングインストルメントコーポレーションは初めてリゾネーターギターを製造したアメリカ合衆国のギターメーカー。1927年創業、1942年に倒産。その後、1989年にその系統を継ぐナショナルレゾフォニックギターが設立された。両者のギターを総称し、ナショナルギターと呼ぶ場合がある。 ナショナル大型ギター1928年ナショナルトリオリアンレゾネーターマンドリン1930年1925年ジョン・ドピエラルディ・ドピエラのドピエラ兄弟とジョージ・ビー・チャムによってナショナルストリング・インストルメント・コーポレーションが設立される感覚器にも負けない大音量のギターを絶望していたギタープレイヤーたちの要望に応え ジョン・ド・ピエラによって考案されたリゾネーターギターは1920年代から30年代にかけてブルース、ハワイアン、ジャズなどを演奏するギタープレイヤーが愛用した。しかし、経営上のトラブルからド・ピエラ兄弟はナショナルストリングインストルメントコーポレーションを離れ、1928年にドブロギター社を設立。ドブロギター社との利権争い。 エレクトリックギターの登場によって、ナショナルストリングインストルメントコーポレーションは1942年に倒産する。1988年、ドブロ社のリッペア部門にいた、ドナルド・ヤングとマクレガー・ケインズの二人がナショナル、レゾフォニックギターを立ち上げ、いわゆる、ナショナルギターを復活させた。ナショナルギターズ・ヒストリー・アット・ボブ・ブローズマンウェブサイト、ハット・ヒストリー・オブ・ナショナルギターズ。 ハットリッケンバッカーインターナショナルコーポレーションザーリーストデイズオブザエレクトリックギターリリーブドン20フェブラリー2012ありがとうございます